いてください。はい、アリサです。ということで今回はアリサのじゃんメイクポーチの中身を紹介していきたいと思います。それではスタート。ティアラチャンネル。じゃあまず中身じゃなくて外側、外側はこのアルジーのニコプチの付録のポーチです。これはキラキラしててこういう素材が好きなのでこういう素材が好きなのでいつも持ち歩いてます。じゃあ早速紹介していきます。オープン。ピンク系かな。じゃあまず1つ目、ティッシュ。これはダイソーさんで買ってます。買いました。トッピングみたいなついてて可愛いです。2つ目、じゃじゃん。これはクレアーズさんのスマホ型メイクパレットです。いろんなカラーのメイクがあってとっても可愛いです。3つ目、じゃん。これはりなちゃんとお揃いのファンデーションです。あとパフが薄くて塗りやすい。次はじゃん。これはニコラの付録のピンクラテ韓国ガールコスメ3点セットのアイシャドウパレットとリップ&チークとブルーグロスです。この3点セットは今も使ってて、このアイシャドウパレットが特に役立ちます。あとこれもねキラキラしてて大人っぽくなります。5つ目、シャキーン。これはじゃん、リップブラシです。ロングになるのでとっても使いやすい。絵描きさんみたい。最後はじゃじゃーん。これは友達からもらったオルちゃん風の手鏡です。四角くてとっても可愛い。あとねシールもデコってもらって大切にしてます。以上です。ということで今回はアリサのコスメポーチの中身を紹介しました。